こんにちは、大洲市議会議員の高野博です。今日は8月31日木曜日です。大洲市内今日は雨模様の天気の不安定な一日でした。私今日は午後から大洲市役所行ってきました。こちらでこのような令和5年度第1回大洲市地域公共交通活性化協議会のがありまして、こちらを傍聴してきました。今日のテーマの中でも特に注目されたのがこちら議題3であります愛ある伊予灘線についてです。先の定例市議会でもこの愛ある伊予灘線、 JR 予算線、海回り線の存廃問題について取り上げております。今日の活性化協議会、どのような議論が行われたのか注目したいと思います。では会場の模様からお届けします。協議会の模様でした。近年ローカル鉄道をめぐる経営環境の悪化が全国的に大きな課題になっております。こちら JR 四国においても状況は同じです。特に今回はこの愛ある伊予灘線についてまず現状を説明したいというふうに JR 四国からこのような資料が出ております。これは予算線運回りの利用者の推移であります。左側が1989年ですが、右肩下がりで、下がっております。また、列車の運行本数についてもこのようにですね、近年までは1日23本あったんですが、今では1日18本まで、列車の本数も減っております。こちらが、沿線人口の推移です。このように人口も右肩下がりになっております。こういう現状があります。そしてこちらが JR 四国の区間別平均通過人員です。非常にね、どんどん利用者が減っている現状がよくわかると思います。そして最後に線区別の収支と、これが営業係数ということになっております。非常にね、この厳しい経営状況にあることがよくわかる資料だと思います。こういった現状であることが JR 四国の担当者の方から説明がありました。それに対する質疑というのはあまりなかったんですが、私も聞いておりまして感じたのは、このような状況の中で、沿線に住む住民として一体何ができるのか、そして、少しでも利用客を増やすためにはどういった取り組みが必要なのか、こういったことに思いを巡らせておりました。今後も大洲市とも意見交換しながら、この愛ある伊予灘線、JR 予算線、海回り線の存続に向けて、いろんな地位を絞り、また方向を模索していきたい、このように考えております。今回はここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。